大河は紅蓮に燃え、虎たちの方向は天地を揺るがした。孫権と劉備の連合は赤壁に曹操の大船団を打ち破る。痛恨の敗北を喫した曹操はそれでも生き延び巨匠まで退いた。北に曹操、南に孫権と劉備、周瑜と呂宿はこの情勢に大きくうなずく。天下二分、強大な曹操を討ち果てに天下をつかむには絶好の形であった。この方針を推し進めるべく、周瑜はすぐさま慶州へと軍を進める。しかし南軍の首相曹仁の奮戦に孫吾の先鋒は窮地に陥った。孤立した先鋒関寧を救うべく、周瑜は主軍を展開。その傍らで劉備の軍師諸葛亮も独自の動きを見せていた。錯綜する情勢の中、呂宿、周瑜、呂蒙の知遇が冴え渡る。周公旗、戦場に勝利の調べを奏でん。俺は自分を武変の者と思い定めていました。ですが殿がしきりに学問を進めるのです。それで学問を始めたところ、実に面白い。まさに日々自分が生まれ変わる思いです。まったく、とりあえず突っ込んで孤立とは。イノシシでももう少し頭を使うでしょうに。カネは俺の親父の仇です。あんな奴どうなろうが関係ありません。また一緒に戦えるわね、劉玄徳様。うん、将校殿、再会できたこと嬉しく思う。だが次はもっと穏やかな中でお会いしたいものだ。あ、何？そんな気の利いたことを言ってくれるんだ。いや、何を言っているのだ。私は劉備殿の夕日の血は慶州ではありません。ですがここ慶州に足場が欲しいのも事実。孫吾との命に反せず劉備殿の利を得る。そのように動かなければ。己曹操め、あれだけの大敗を喫してなおこの防衛戦か。勢いに乗じ慶州をと思った。さすがにそうたやすくはない。それに今見るべきは曹操だけではない。わかるか、呂蒙。曹操のほかに劉備ですか。やつもこの慶州は何としても欲しいはず。おお、よく頭が回ったぞ、呂蒙。いや、まさに刮目すべき成長ぶりだ。しかし周瑜殿、俺は劉備を生かす方が得策だと思うんですが。お前は劉備を買っているのだったな。分かった、少しは様子を見るとしよう。まずは医療上で孤立した関寧の援護、それが急務ですな。うん、我らで敵陣を乱し関寧を援護する。本陣の守りは両党に任せよう。あとは私と呂宿の指示に従ってほしい。さあ、孫吾の戦見せてやるのだ。曹操軍を総統し慶州を制圧する。みんな奮戦せよ。慶州は天下二分の要、是が非でも孫吾が抑えねば。まずは敵に囲まれた関寧を救援する。急
急いで医療省へ向かうのだ。最近の孫権殿は成長が目覚ましい。いずれ孫策をも超えるかもしれない。この赤壁での勝利が大きいのでしょう。ご自分の道に自信を得たい。熱き魂、勝利も人を育てるか。これも戦に学んでいかねば。今だ、孫権軍の後輩を突く。手薄になった本陣を狙え。背後を狙われたか。手が回る者は本陣の援護に当たれ。燃え上がれ。これだけを登れば真を短縮できる。砲兵隊、はしごを用意せよ。ここだ。引き返してきやがったか。面倒な人間になっちまったぜ。ここだ。せや、我らは吉見を結び礼を交わした同志。これからも共に乱世を戦いましょうぞ。そうですか。共に新たな時代を目指しましょう。たった一人でよく燃え上がれ。我が知略の餌食になりたいらしい。畜生、これとしたことがされちまってるか。ここだ。ここだ。せや、ここだ。さあ消え上がれ。お前なんざ一人ひねりだ。せや、ここだ。この拠点、またできないことが出るのです。私たちが確保しておきましょう。ここだ。消滅する。何を考えた。せや、今は時間なんだ。先を急がない。ここのこと来やがったな。覚悟しやがれ。ここだ。味方が敵の砦に閉じ込められました。浅ましい手を急ぎ砦を落とし味方を解放する。さすがです。その調子でお願いします。まあいい、大都督さんよ。手間かけさせちゃった。だがここは何だ。頭を見捨てることはない。さあ、これで医療は制した。あとは主義殿やろう。うろたえるな、リボン。憔悴とはどんな苦境をも策へと転じるものだ。衆黄巾の命を的とする。おびき出された敵将を迎撃せよ。なるほど、承知つかまつった。衆殿。は、急ぎます。負傷され危険な状態だ。このままでは我が軍は。周囲は負傷しているのか。ここよし、奴を撃って名を上げるぞ。ここだ。ここだ。せや、ここだ。せや、南軍城への門は閉ざされている。敵の数も多い。いかにして突破すべきか。
こちらを守るのは利点だ。やつはなぜ活路が見えるかもしれない。そこだ。シュウユウ、俺たちを引きつけてください。その隙に俺たちが崖上を制して強襲します。さすがはロシア、私の意図を汲んだか。よし、速やかに行動に移る。こちらから押しては敵に警戒する。この拠点の中までは敵を引きつけねば。ここだ、ここだ、ここだ、ここだ。俺らで十分だってのに。まあ、いいか、ここだ。一緒に暴れようぜ。ここだ。気合入ってんな。その調子だぜ。さすがはシュウユ殿、あなたこそ我が不良殿の手本でしょうな。素晴らしい戦ぶりです。ここだ。あとは人情熱を刻みつけてやろう。だが知略の餌食になりたいらしい。エンネ、ヨシコ殿はあと少しで崖上に到着します。順調に進んでいるよう。あと少し耐えなければ。さあ、移転を誘い出すのだ。だ。
誰でもいい、助けてくれ。周遊様が、このままじゃ周遊様が。周遊はもう虫の息ってことか。じゃあ、とどめは俺が刺してやるとすっか。今だ、敵を強襲せよ。どうすんだよ俺、勘弁してくれよな。感謝せねばな。傷を負ってるってのに知りてえやつらだ。誰か応援を頼む。伝令、南軍城前に花公園と長江を発見しました。ここだ。そう、花公園、ここだ。長江、この状況で対する厳しいよ。周囲殿、今一度おとりをお願いできますか。俺が奴らの背後に回り込みます。ここだ。ああ、わかった。私の命存分に使ってくれ。ここだ。ここだ。おやがれ。ちょうどいい、我が知略見させてもらおうか。ここだ。逃げてみよう。ここだ。逃げてみよう。ここだ。逃げてみよう。ここだ。せよ。ここだ。お、ここだ。なんという武勇。おとりとして使うのだ。この作戦、必ずや成功させてみせよう。私たちも先へ進めよう。私も急がねば。ここだ。ここだ。失散してしまい恐縮です。出遅れた分はすぐに取り戻します。ここだ。来やがれ。お前なんぜひとひねりだ。ここ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 だ。熱き魂。
くした。この周公金が相手だ。お、総大将自らお出ましが、話が早くて助かるぜ。やりやがるぜ。私たちを鮮やかに落とし入れるとは。敵なのに何でも美しい。素晴らしい戦ぶりだ。もしくは今日もお前たちのおかげで私もまだ戦えそうだ。これで勝つかと思うんだよ。敵将討ち取ったり。調子に乗って九州まで届いてか。まさに火事場泥棒ってやつだな。曹操とて九州をかすめ取ったのだろう。我々が足玉に言われる言われはない。あなた方をこの先へは行かせません。この学文献が相手です。燃え上がれ。お互い引けることは分かっているよ。周公金まかり通る。このウボンソフト厳正なる勝負上がって気の緩みがあったか。敵将打ち取ったり。金元が守りに行かねば。見とかして気候を退けん。おっと、再建の決意はこちらも同じこと。いざ周公金、全力で相手となろう。熱き魂。やりましたな、周遊殿。ああ、これで啓衆を。伝令！常陽の血が劉備軍の関羽に奪われました。何？周遊殿！傷に焦り、眼前の敵に囚われたか。周公金、一生の不覚。ロシク、私の天下二分、古紙は分かるな。はならば、この先はお前が描いてくれ。何を言われる。孫策の気持ちが分かった。後を託す相手がいることが、こんなに
心強いと。孫天下へ。